仙台市太白区で開かれたランニング教室には親子連れ40人余りが参加しました。講師を務めたのは第一生命グループ女子陸上競技部 OG の佐野恵梨香さん。参加者はストレッチなどで体をほぐした後、ランニングのフォームについて指導を受け、その後実際にジョギングを体験しました。楽しかったです。太ももを高く上げて走ることです。野球でそれを今日やったやつを生かして頑張りたいです。このランニング教室は第一生命による市民ランナー応援プロジェクトランウィズユーの一環で全国で開かれています。